フォックスコンテクノロジーグループは電子機器の生産を受け負う電子機器受託生産では世界最大の企業グループである。台湾に本社を構え、生産拠点は主に中華人民共和国にある。フォックスコーンコネクターボックスタグイン2014、アップルやヒューレットパッカード、デルといった大手メーカーにマザーボードや各種コネクタをはじめとした各種パーツの OEM 供給。 筐体の組み立てを行っている老舗として、世界規模の市場では名高い。任天堂の任天堂スウィッチやソニーの、プレイステーションの他マイクロソフトの XBOX といったゲーム機、Apple からの委託で、携帯端末である iPhone および iPad や Nokia、ブラックベリーのようなスマートフォンの生産も行ってきた。また、アリババグループとともに、ソフトバンクロボティクスホールディングスに出資しており、 世界で初めて人型ロボットの量産を行った企業でもある。グラフィックボード分野においては、レデテック社と協業しており、ウィンファストブランドを提供している。ハードウェアのシリコンバレーともされる新鮮に最初の製造拠点を築き、チャイワンと EMS 業界で呼ばれた渋滞分業体制の代表格である。多くの企業と提携し、2010年9月時点の 従業員は18から25歳を中心におよそ80万人を抱え、そのうち54万人が中華人民共和国における従業員であり、さらに iPad、iPhone の売れ行きが好調なことから生産能力を賄うため、中国内陸部における従業員数をさらに40万人ほど増員する予定もある。その膨大な従業員数ゆえ、工場一帯は生産設備以外にも、 カフェテリアや娯楽施設を有し、さながら小都市の様相を呈している。一方で、従業員の勤務体系の激化や、それによる肉体的、精神的ストレスが問題となっている。未発売の今週ーマー向け製品が流出せぬよう一部の整形工場は一体を壁によって隔離され、外部との交流も遮断されているとされる。このため、 中国の工場で急速にロボット化を進めている。2018年6月8日には、上海証券取引所に上場して、時価総額は中国本土の上場 IT 企業では最大となった。上場した FOXCON インダストリアルインターネットと FOXCON が中国政府から巨額の補助金を受け、大陸の工場に中国共産党の支部と3万人を超える。 共産党員を抱えていることは創業者で会長だった、拡大名による中華民国総統選挙への出馬に伴い台湾の立法院で問題視され、同年6月に拡大名は会長の職を退任した。一方、2019年5月には、米中貿易戦争の激化を受け、台米輸出向けの新選手と天津市の工場の生産設備の一部を中国本土から 台湾の高雄市の工場に移転する方針も示した。新鮮市にある工場内チェコにあるフォックスコンの施設フォックスコンはアジア、ヨーロッパ、南アメリカなど世界14カ国に生産拠点を構えており、電子機器において世界シェアの40%を占めている。デイリーテレグラフによると iPod なのを製造している。 富士甲新鮮流下工場の従業員の勤務体系が1日15時間、月の残業80時間長に及ぶ一方で、月収はわずか27ポンドであるということを取り上げ、問題になった。アップルは機密保持に関して徹底しており、自社への訪問者を監視するなど、機密保持に神経を尖らせている。そのような中、アップルに送るはずだった。 iPhone のプロトタイプキー時台が紛失した際に25歳の従業員に対しホックスコーンの中央公安部門が激しい尋問、さらには暴行を加えてその従業員が自殺するという事件も起き、中国政府が調査に乗り出すといった問題が報じられた。この労働問題はアメリカ国内で話題になり、アップル社製品の不買運動が検討されている。 2012年2月5日、この報道に対し、我々は、世界のサプライチェーンにおける全ての労働者に、配慮している。サプライヤーに対しては、安全な労働条件を提供し、労働者には尊厳を持って、接するよう求めている、アップル、CNN.jp との声明を、発表しているが、現地では改善の兆しが見られないと従業員への、取材から、明らかになっている。 また、この事件以外にも、工場取材に訪れた、ロイター通信の記者が工場を警備している2名の警備員に暴行され、工場に連れ込まれそうになったという。さらに従業員の自殺が増えつつあることでも、注目された。ただし、ホックスコインは中国で抱える54万人の従業員数に対し、自殺は2010年に入ってから5月までの時点で12件で、中国全土における、 自殺率よりはるかに低いと反論している。この自殺問題への対策として会社はカウンセラーだけでなく、供養のため物騒を雇用したという。2011年8月には中国内の生産に携わる従業員50万人分を産業ロボットへ置き換えると発表し、2014年までに100万台の導入を目標としている。2012年9月には、 三省省の工場で約2000人規模の暴動が発生、約40人が病院送りになったほか、同年10月には iPhone 5を製造する河南省の工場で従業員数千人によるストライキが発生した。2012年12月には山東省遠大市の工場で Wii U や iPhone を生産している工場で14歳の少女に自動労働をさせている事実を認め、 ニンテンドーからも声明は発表された。2013年10月には、遠大市のプレイステーションイオンを生産している工場で、学生に時間外労働をさせている事実を認めた。2018年6月には、コナン省のアマゾンドットコム製品工場で、過重労働が行われていると報道された。2013年、大取会グループの売上高は3兆9500億ニューワンドル。 年間増加幅は1.2%、税引き準利益は1.06600009700万ニュー台湾ドル。年間増加幅は12.7%、一株当たり利益は8.16ニュー台湾ドル。年間増加幅10%で計算すれば、2014年、大鳥会グループの売上高は4兆3000億ニュー台湾ドルに達し、一株当たり利益は約9ニュー台湾ドル。 売上高取益はともに史上最高になる見込み。朝元テルを台湾の企業戦略継争処方2014年の第三章大取会の企業戦略に詳しい。ありがとうございます。